3位決定戦最下位決定戦ハブチャンネルでございます。最下位の可能性がある。そう。さっきトーナメントをやってって決勝戦やったんで、1回戦負けた者同士で。いや、そういうこと。バトラスもらおうと。山脈なしだよ、山脈なし。山脈なしね。オッケーオッケー。祝日、オッケー。ことわざオッケー。山脈 NG。山脈 NG、オッケー。産地どうします産地、そんなないから。産地、産地言えたらすごい。産地あるかな今のところ2人1点ずつしか取ってないですか確かに。そうだね。桃の節句 VS 君のクイズ。そうだ。いや、正解増やしていきたい。いけるいける。じゃあ3点選手で3位決定戦やっていきましょう。はい。よっしゃ。では、第1問はこの問題です。ドン。うわぁ。落語サークル。マジです。クソ。研究会。落ち研で。の方で絶対。今回特別に最初の2文字山脈入れてもいいですね。本当に？山脈ピレネーとかでもいいわけだな。陸上トラック。あ、ちっちゃいやつダメか。そうだね。いや、くそ、まあ、そもそも陸上トラックを丸にするかもしれない。くそ出ないっす。なんでだ。こんなの何でもあるはずだ。石油ストーブ。オッケーしましょう。いや、まあ、ありがとうございます。石油ストーブは他の単語に入れ替えられないもんね。石炭ストーブ。まあ、ないと見なそう。石油ストーブ正解。よし、あったけ。ありがとうございます。電気ストーブ、言うか言わないか。まあでも電気ストーブは全く別のものだっていいんじゃない。くー、助かった。全然出てこねえ。出なかったね。これが3位決定戦か。有名 YouTuber とかにもいるよ。有名東海オンエアさん。そう、ゲゲゲゲ。そんなバカな。マジか。東海オンエアはあいうえおが全部入ってるっていうところが注目ポイントだから、ちょっとアート感にされるとわかんないっていう。確かにね。あんまそこじゃなかったカンカンオンエアだったりする。あとまあ有名なね、音楽の 曲もありますね。曲絶対ありそうなんだけど、そんなん思いつくわけない。アニソンですか。いや、ドラマの主題歌かな。ドラマの主題歌。うん、まあ20年ぐらい前だね。え、まさに投げればいい。キャンユーセレブレイとか。ずっとどういったら。まああのね、あのカンカンアカンが歌ってるね。カンカン、あかん。湘南の風だから。謎。本当に。カンカン、あかんって湘南の風しかない。湘南の風が歌ってるんですかこれ。分からん。そんなことはないです。カンカン、あかんって湘南の風しかないよ。確かに。湘南の風は飲む感じなんで、カン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 です、ね。あ、そうなんだ。そうです。ドラマは、失礼しました。カン、カン、あ、丸、あ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 、ちっちゃー。なんでそんな言わせたいんですか。めっちゃこだわる。え、これ何それは。のぶたをプロデュースの主題歌、青春アミーゴ。うわ、青春アミーゴ。そんな、菅さん、理科のやつもありますよ、実験容疑で。うわうわ、マーゴメピペット。マルゾコフラスコ。うわ、いいですね。お、三角フラスコね。いいですね。確かにフラスコ系いけるね。うわ、冷却リービヒみたいなね。リービヒ冷却器だろ、それは。ということで、今回は石油ストーブで菅井さんのポイントです。よし、まあまあ耐えてるわ。これが3位決定戦か。いや、マジか。くそ。いや、でもこのスピード感でいいってことが分かった。そう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 。よし、ドラえもん一発当てよう。次は秘密道具言います。確かに予告ホームラン。秘密道具言えたら1点で。これでもこんな秘密道具もありそう。いや、ありそうですけどね。よし、来い。はい、じゃあ第2問こちら。おー、 おー、いや、むずいむずいむずい。作品名ありそう。むずい、これひらがな2個がむずい。助詞として使えない。
そうだね、ちょっとこれむずいね。活用語名難しい。うわー、なんか知らない作品がいっぱい絶対あるんだ、こういうのって。今回も3位決定戦なんで、特別に最後の2文字山脈入れてもいいですか。うわねえだろこんな山脈マジで。むずい。ただ、赤石山脈とかいう、あ、そういうね、そういう混ぜ書きした場合ね。石だけ習ってないけどある。養蜂小学1年生200が一番難しい。うわぁ、うん、いや、ないな。いや、これ女子入れるのむずい。漢字一文字の方もむずいね。女子、なんかひらがな二つの前だよね。女子が難しい時は男子を入れてみようってね。おもろ、めっちゃおもろいやんけお前。カン、あ、カンカン、あ、カンカンみたいなやつ。それ男女、男女、男女ダンジョン飯。天。ない。ないね。天テレってこんなんだったなと思ったけど、テレさすがにカタカナか。いや、ひらがなかな。でも天テレってもうすでに略してんの。やばいね。やばい。発動するか。ちょっと門答えてもらっていいか。やばい兵長。やばい兵長。シャキーン。ちょ、門ヒント、門ヒントあげるから答えてもらっていいか。新しいとか入ります。そう、冷たいとか入りますよ。そうそう、冷たい校舎、時が止まるやつダメ。新しい憲法、話が出てくるやつ、これダメ。ダメか。いや、そういう系入るんだよね。かなり惜しいところで迫ってます。どこは？そういう系でしょ？そういう系なんだよ。ああ、金足熱帯、どうこれ？おお、すごい、正解！よし、おお、いいんじゃない？何それ？ミストロース。ミストロースの著書。うわ、じゃあ絶対正解だよ。やった！正解！やったー！ありがとう、冷たい熱帯魚から言ったわ。すごいな。冷たい熱帯魚って小説があるんですよ。はい。からの後ろ熱帯固定で、熱帯固定。熱帯に繋がるのは2個しかないですよね。熱帯で行くん。よし、まあ、でもいろいろ言ってましたけど、結構惜しいやつありましたけどね。どれ？新しい人権。新しい人権、はい、それこそコラボ相手もいるよ。コラボ相手？新しい地図。うおー、新しい、お世話になりました、草薙さんに。あと女子がダメな時は男子入れたら花より団子。うおー、団子。あんなにヒントだあれヒントだ。花の血晴れは、あ、ダメだ。花の血晴れ続編ダメだった。レガ、いや、マジか。結構いい線いったけどね。まあ、ということで今回はレヴィストロース悲しき熱帯魚で1対1と。よしよし、いい勝負だよ。当たります。文化人類学の勝利だ。これが3位決定戦。あの、佐渡視聴者の方もお楽しみいただいていることだろう。それでは参りましょう。はい、第3問はこちら。いや、これはうわ、君たちのクイズ。いや、ないな。うわ、尺眼の車だ、ダメだ。ダメなんですか。小さい矢だからダメ。あ、そういうことか。お、いいこと言いますね。今回も特別に山脈の山脈ありにしましょう。山脈のクイズ。あ、山脈ありで。今までの一番学習していくと山脈のクイズになる。確かに山脈とクイズあるだろ、小説。書いてください。ひらがな一文字は、はい、の、の、いいですよ。謎の共有体制できておりますが。いや、カタカナから行くべきだよな。いや、わかるわ。クイズだよな。で、絶対切れてるわ、あそこ。うん。あの、ひらがなあとカタカナは。はいはいはい、うん。だから、カタカナ3文字のもの考えよう。ヒルズ。おお、ヒルズ。との位置がちょっと違ったら似てたけど。
ロング、そう、虎ノ門ヒルズ、あれカタカナ、ハート、エース、おお、エースありそうだよ、なんかそんな気がしない？ダイヤのエース、ああ、残念、マジで A だからな、もう一瞬。A って書いてエースって読ませる。受胎のマリア。いやなんか絵画のタイトルに合いそう。受胎のマリアいいや。せめてマリアの受胎。確かにね。わお。あカタカナ3文字なんかパンケーキ食べたそうなパンチわお なんとかに動詞だと思うんだよな動詞東ゴンにキックみたいなあ蹴りたい背中みたいなそうそうそううわぁ俺確かにだいぶむずいな3位決定戦に出していい問題じゃないあのオープン大会をちょっと初心者向けに開催したら答えめっちゃ出ないみたいなやつカットしといてほしい問題だこれか刀いやなんか今まで戦ってきた皆さんならも出せるはずです今まで出たものにヒントがある山脈のクイズさっき言ったな山脈のクイズを派生させていこうまずは山脈とクイズを変えようなんとかのなんとかにしようでもなんとかの日じゃないんだよなこれ確かにことわざってカタカナ入るやつあるなあまあまあホメロスのイネムニみたいなイカロスの翼みたいなナポリを見てしまう確かにカタカナ入ってるわイタリアのことわざね When in Rome Do are the Romans doom一度こぼしたミルクは複水盆に帰らず、ね、スピリットミルクみたいなやつ、うん、Too many cooks spoil the broth ブロースあれでしか見ない鮮度を多くして船山に登るの英訳でしか多すぎるクックはスープをダメにするブロースマジであれでしか皆さん考えてくださいね考えています本当にこれ嘘じゃなくて本当に考えている高級なカメラ高級なカメラ高級な、高級薬屋の独り言わかるわめっちゃ今思った高級高級といえば薬屋の独り言高級の字がすげえよそんな高級が入るもんないもんなこういうのってあれだよねやっぱねその何にも答え思いついてないって言うけどお笑いコンビの名前とかってこういう結構ねうわー令和のロマンだ令和のロマン全部令和ロマン派生昭和の平成の灼熱の昭和のカバディ昭和のコナン昭和のコナンこれ平成のホームズの逆平成昭和でもないかしかも明治ぐらいだ、ね、だから走れメロスのおうおうそのパターン進化系だ多分むずくねためらうあ分かるわそういう感じためらうパンダみたいなやつ見学のムード大蛇のピアスみたいなことそうだね勝手に予約先にデカいする上まみにピアスプラチナ原ひとみさんプラチクソデカラショーみたいなやめてもらっていいですかね本当に本気で考えているよガチだよこれマジのガチよこれやっぱカタカナ3文字を上げなきゃいけないと思うんだよなそっちかなライトなんか冷たい系でこっち側につけることってないのかなもう時間経ちすぎて接続エラーになっちゃったもん接続切れちゃっただからいや3メロス
ああ、ようやく思いついた俺。最近始まった漫画のタイトルだ。最近始まった漫画。最近始まった漫画？俺が思いついたのね。トップエンドビート。ーやるわ。はい、その通り。シーラカルホ。もう。いや、最近で始まった漫画って、トップエンドビートだったな。通じ合った。今通じ合った。最近始まった漫画っつったら願いの。アストロとかでしょ。ジャンプ、ジャンプ、願いのアストラだっけ。あの枠井健太。そう、ジャンプのやつ。願いのアストラ。願いのアストラ入らないじゃんと思ったけど。アストロか。願いのアストロ。願いのアストロ。カナタのアストラめっちゃ近いな。それ。そう、めっちゃ近いんだよ。マジで俺トップトビットしか出てこなかったけど。やったってそう。カナタのアストラ。それはあれじゃない、あのスケートダンスの。そう、篠原健太。ああだから。あ、そうそうだめ。トップトビートだわ。ありがとうございます。やった、通じた。もうないんですか、他には。ないですけど、パス来た。まあ、まずその普通に漫画で有名なのがあります。待て待て、え、何漫画、何漫画。進撃の、スポーツ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 。何のスポーツ。まあ、3文字のスポーツ。や、クロコのバスケ。正解です。おいおい、ちょ待ってよ、なんで俺クロコのバ、クロコのバスケだよな、やっぱ。あの、から食劇漫画もあります。食劇の相場。食劇の相場。グルメ漫画でもないか。カルテ小説もありますね。神様カルテ。なんで医療小説でいいの、絶対に。あとカフカの小説もあります、ね、海辺のカフカ。それカフカの小説や。フランスカフカの小説だろ、普通。何よりですね、クイズがあるんですけどね。え、なんとかクイズ。え、クイズ。一番好きなクイズですよ。早押しクイズ。うわあ、大好きだったのに。そんな大好きだったけどって。これ何の曲だっけ。これプレゼントね。あ、プレゼントか。うわ、キリンが逆立ちしたピアスか。ちゃんと少年ジャンプの漫画いっぱい言わなきゃいけなかったのか。やっぱ漫画だったね、意外と。いや、トップードビートは無理でしょ。カタカナ3文字でビートは出ないし、絶対に。これ冒険王ビートだ。あ、ちっちゃいイーだで、これで今2対 1, 2対1。そんなバカな、そんなバカな。長すぎるこのサブチャンネル、やばすぎる、マジで。よし、行こう、次次次次。第4問はこちら。どん。山脈。山脈だ、赤石山脈。山脈じゃないか。祝日、祝日。なんとか元日。ことわざ、ことわざ。ことわざだ、確かに。ことわざ、ひらがな。いや、絶対ことわざだよ。絶対ことわざだと思う。もうこの文字集検索できるフォーカス欲しいですね。気持ち悪いフォーカス。うちしか使わない。構築にかかるコストとメリットを考えてほしい、差を。ひらがなって難易度高いね。いや、ひらがなってないな。ひらがなってわざわざ書かない。ひらがなで書けるもの普通漢字で書くから。ひらがなから始まる。ひらがなで書くものは漢字で書けるて、漢字で書けないひらがなってのは助詞とかだから1文字とかなら対処できるんだけど、本当にこないですもんね、なかなか。そう、その活用語尾とか助詞とか。いやひらがなで始まる人物を考える。埼玉市。埼玉、埼玉、違うな。思いついたけど違う言葉アウトプットして出していかないと。そうだね。ひらがな4文字。僕らの僕らの戦争。僕らの戦争。なんかそういう漫画あってもおかしくない。僕たちの戦争か。しかも漢字な気がする。僕たちの戦争か。かま、神聖かまってちゃう。かまってちゃう。僕の戦争。僕の戦争か。僕たちの戦争テレビドラマも僕は漢字。漢字。てん。カンカン。山脈。ああ、赤石山脈。あ、さっき言った。やばい。やっぱちょっと、いや、まあ、苦手だからさ、なんていうかな、テンプレから行きたくなっちゃうのよ。解放が欲しくて。
選挙ポスターってこういう感じだよな。確かにね。そう、確かに難しい、あの名字とかもね、開いてますよね。ひらがな系はさ、やっぱタイトルとかやっぱ強いよね。そうですね。ひらがなである意味があるから。タイトルね、タイトル、タイトル、タイトル、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、おむすび、コロ、リン、どういう字だよ。逃げ、逃げ上手の若君。長すぎる、字が違うな、長すぎる。その手があるやつか、逃げ上手の若君。カン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 、黒カン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 、巨人、あ、ちょっと、おお、進撃の巨人、なんとかの巨人、あ、なんとかの巨人、アギトの巨人は、アギト漢字で書いてある、アギト漢字じゃ。ひらがな、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 あ、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 か、カンカン、カンカンが先か、さては、カンカンから行くか、うん、なんとかの、わざわざパッと見なさそうですね、ないね、ないのか、最後漢字2文字って難しいもんね、なんとかの、なんとか予想、ひらがな4文字、空港とかにようこそ東京って書いてない。あーようこそ超かかんのピラフの値段です。ピラフの値段が用語になってる。浦島効果、カタカナな気がする。カタカナだね、浦島太郎、あ、漢字かな、浦島太郎ね。やばすぎ、うち本当にやばくて、昔 Q 様に出てたね、ジョイさんと。ジョイさん、だいぶ昔だけどな。ジョイさん、あのメガネの方か。メガネ違うか。でもなんか当時小道具でメガネをかけてた可能性はある。雨、雨、人名無理だな。これは俺最初思いついた、これちょっとベランダやつ。カンカン、休日、緑の休日、え、確かに緑の気が休みだったらそうですか。休みだよ、必ず休み、緑の平日ございませんから。黄色い、挨拶習慣。あ、挨拶習慣は全感じだ。あれ、何なの挨拶習慣って。挨拶する習慣で、小学校とかのやつですか。もうないな。先生、おはようございます。あれけど、いやー、なんか思いつきてー。これ3位決定戦であると同時に最下位決定戦なんですよ、皆さん頑張れー。よう、ようかん、ヒント出して。あ、やっぱり普通に作品名だよね。最近連載が始まった。君に届けと関係がある。君に届けと始まった。トップドビートしかないカルコローラやね。いや、作品名、ま、漫画、漫画、漫画ですか。漫画もあります、ね、小説、小説もありますね。あ、音楽、音楽、俺思いついてるな。音楽大体何でもあります、ね、銀河、銀河、銀河、パラダイス銀河に味を占めすぎでしょ。ああ、違う、まあ、なんていうか、ひらがなで書くもの思いついたわ。なんとか冒険、タイの大冒険。ジャンルで言うと菅井さんとかもんちゃんが言ってて結構近いやつありましたね。おお、挨拶習慣、習慣系、作品名、作品名で漫画、何、まあ、バスケ漫画だ。ああ、スラムダンク、スラムダンク。考えずに言ってる。巨人、なんで巨人こだわりすぎる。漢字2文字だ、巨人しかない。そんないねえんだよ巨人で。ジャイアンツ、読売、巨人の漫画2個しかない。
2個しかないの。え？進撃の巨人と巨人の星がある。あ、巨人の星ね。カットは関清原君とゴーゴーゴジラがついてる。間に巨人ない。その2つかなと思って。漫画、漫画ね。直撃漫画じゃないし。確かに。何漫画？何漫画？医療じゃあカルテ小説？能神ネウロ。魔人探偵ね、松井優生さん。暗殺教室。松井優生さん、それ二次小説の若手結局。松井優生ローラー読んでくださいね。魔人探偵能神ネウロすごい。カン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 、ああ確かに。いい漫画だ。僕のヒーローアカデミア。好きな漫画言ってるだけだよ。好きな漫画発狂ドラゴンだ。ワールドトリガー。そういうのがヒントになる。やっぱ超少女アスカ。スケバンデカ惜しいじゃん。じゃあクソ、スケバンデカ惜しい。おい、超少女アスカ。超少女アスカって何年ぶりに聞いた。こだわりを捨てろよ。ひだまりスケッチ。え？スケッチってなんか帳面とかいうスケッチ。秘密道具。日暮らしの泣く頃に。どこでもドア。もしもボックス。秘密道具っぽいな。めっちゃ秘密道具。後ろ考えて秘密道具。どこかに窓みたいな。翻訳こんにゃく。こう難しいところ感じで翻訳の方が簡単だろ。絶対に翻訳感じにしてこんにゃく開かれてる。お味噌味じゃない？翻訳こんにゃくお味噌味。ひらがな。助けて助けて。助けて救助。助けて。ああ、だからアドベンチャーみたいな構造のやつで。アドベンチャー。アドベンチャーってお茶があるんですよ。おう。あの確かに、ね、あれあかじめに来てほしい。おお、なんかいけそういけそう。未来日記。いけそう、未来日記ではない。夢日記違う。秘密道具当てたい。秘密道具で3位。これ熱いですね。むず。知らんやつ来た。知らん秘密道具があるか、そんな。日記いや、なんか秘密。うわ、むずい。解決ゾロリ。逆、完全に逆。秘密道具のこと忘れよう。やめた方がいいです。秘密道具クソむずい。むずい。ちょっと後で教えて、後で。あるけど。後で教えてほしい。あったなぁともならないかもしれない。おしり探偵。足りねえ。あ、そういう系ね。ミルキー杉山。これカタカナだな。ミルキー杉山だったな。そう、なんかそういう芸人さんとかもいそうだけどね。ひらがな漢字漢字。もうダメだ。でヒントください。ヒント。でもこれヒントって1個の単語選んでそれのヒントだもんな。よくないね。あ、結構惜しい。あの物語。漫画？何の漫画惜しいって言ったの。漫画じゃなくて、うん、小説。いやいや、解決ゾロリだよ。一回あのカタカナだなって言って諦めたら、カタカナ漢字感じた。え？何それ。え？ピレネー山脈。なんて言った？あなたが言ったと思うけど。ヒュイが？未来日記。なんと。え？まだ、あ、分かってなかった。なんかあったんだ。いや、今調べたらちょっと面白いこと発見したんですけど、今調べたら面白い事実発見して、うん、メインチャンネルの方で後藤扱いになった鬼のパンツなんですが。はい。ドラえもんの秘密道具だと鬼が漢字表現。くわ、知らない秘密道具だった。いや、知ってる。え、どんなやつだっけ。このパンツに得意になりたいことをペンで書いてから履くと、パンツを履いている間だけ書いたことの鬼になる。クイズの鬼とかなれるんだ。はい、いや、
暗記食パン。それ言ってたらかっこよかったな。意味不明だけど。これあの歌のタイトルはひらがななんですけど、秘密道具は漢字なんですよ。言ったらは正解なんです。いや、ドラえもん詳しすぎだわ、それは。最強すぎるぞ。僕らの秘密道具で言うと一番欲しかったのが浦島キャンディーね、話したりしましたね。浦島キャンディーね、なんだか落とし物届けに行くやつでしょ。浦島キャンディーの話をしてた時が一番欲しかったです、ね、浦島キャンディーの話はしてないけど、浦島効果の話、浦島効果、浦島太郎の話した。確かに、え、キャンディー、おそだあめとかしかないよ。桃太郎、力太郎、金太郎。秘密道具じゃないの。何が欲しい。ジャンル的には、ジャンル的には太郎だ。ああ、なんとか太郎、なんとか太郎、なんとか太郎もあるな。カズノコ、ひらがな、どれが。でも全部漢字のあるよね。タツノコ太郎とかね。だっていうか、もともと漢字表現でしょ、だって。これあるそれすごい、それすごい、よく出ました。いや、思いついちゃった。なんだ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 。言いたいのは、太郎ではなかったんですけど、ちょっと太郎も伊沢さんが思いついたので、それも聞けたら。ジロー、ジロー、サブロー、そういうことじゃなくて、そのジャンルの話をしてる。絵本、おむすび、昔話、おむすびコロリン、おにぎり、おむすびコロリンの話、下切りスズメ、そういう感じ。昔話だわ。いい感じですね。アキレスとカメ、桃太郎、下切りスズメ、カチカチ山、ほらほらほら、カチカチ山脈、惜しい。すごいね、カチカチ。連作、連作。山越えようとするけどね。連作カチカチ山脈はどうでしょう。なかなか長いと思います。うわー、昔話なんか言え。おだしま太郎、桃太郎、金太郎。うさぎとカメカメ。菅井さんが正解すると、もう一問くれる。イエーイ、イエーイ。太郎、サルカニ合戦。すごい、イエーイ、やった。出しちゃった俺が。もう一問さっさとやろう。ちょっと秘密道具だけ教えて、秘密道具だけ。今んとこちょっとあから順番に行ったんですけど、いつでも日記。何それ、秘密道具。未来日記だ。入れ替え表札。うわ、ある気がする。貸切電話、知らん。これいける、ね、軽々手袋。うわー、おもかる棒みたいなやつね。よし、ちょ、もうサクッと割ろう。じゃあ他のやつ行きますと、わらしべ長者。あー、めっちゃ見て。漫画だと、流浪に剣士。うわー、明治金閣ロマンだと、アメリカ物語。アメリカ平神の古城。うわー、平神の古城だ。あと、どうする家康とか。うわー、大河ドラマあるね。太郎はないと思いきや、伊沢さんが発掘してきたスタミナ太郎が。なんか昔なんですね。寿司が食べ放題なスタミナ太郎ね。大玉文恵さんとか、イカリア長介さんとか有名人も人名は確かに、まあ、イカリア長介、いや、なんかそういうのが絶対あると思ったのに。いや、これむずいわ。ちょっともう最初まで行こう。もう最初まで行こう。取った方が、取った方が用意している最後の問題ですよ。長引きすぎです。はい、決めてください、はい、最終問題はこちらです。どうぞ。うわ、霊園で国物語だ。あ、いつも上位。なるにはねえ、来た、勝った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 、東門の勝利。やったー。うわ、俺、いや、国物語聞いた瞬間にライオンの顔浮かんでたのは俺の方が絶対早い。絶対に先に俺の方がライオンの顔思い出した。今の取られたらもう。でもライオンの、ライオンからナルニアに行けなかったんで、そう信じてください。永遠で国がだいぶヒットだったね。田崎玲さんの、いや、ちょっと最近の流行りから言ってしまった。だいぶ早かったですね。早かった。よし。待って待って。ありがとう、永遠で国物語。というわけで、最下位は菅井さんということで。3対2で東門が3位。やったー、やったー。苦しい、こんな苦しい戦いがあっていいのか。なんだ、終わり、さよなら、バイバイ。長い。